クローを見かけたか。今着いたばかりだ。ヒドラ帝国、この銀河中の悪はここに全て存在する。静かに行こう。気づかれるわけにはいかない。時間と空間をつなぐポータルがいくつか存在しているのかもしれない。じゃあマンハッタンへ戻るポータルを探しましょう。クローを追ってビブラニウムを見つけないと。カーンは何かを企んでる。おいクローだ。ハンサーとスターロードは私とあの飛行船に向かおう。他のみんなは戻ってくれ。よしみんな、やつをひっ捕まえに行こう。そうは言っても全員がジェットパックを持ってるわけではないだろう。確かに。だがクイーンジェットを呼び出す手があるぞ。ここでも使えればの話だ。クイーンジェット、クロノポリスでは長押し後に Y を押すと乗り物選択。X 長押し後に Y を押す。ほう。はい、じゃあ早速、L 押し込み。あ、これね。X を長押しで、ここで、キャラクターも変えれるんだけども、Y。乗り物。お。はいはいはい。ほんと、レゴシティみたいな感じですね。アンダーカバーのような。選べると。これはやっぱりあれかな。空飛べる乗り物で行けということかな。例えばこれ。おお。で、もう一度 A で設置と。あ、一応組み立てね。はいはい。あ、これはいいな。これで、スティックで動かして、右スティックで上下。ほう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 。お、これでほんと自由に飛べる感じですね。はいはい。攻撃できるんかな？攻撃はできない。おっと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 。まあ上に上がって。うん、これでいきますね。さあ入り口は。おっと画面が。そこか？アベンジャーズに邪魔されたせいで予定より少ないが、さあ開けろ。計画の次の段階を急がないと。おっと、追いかけないと。はいはい。ここで降りるってどうするんかな。おっとっとっと、ちょっと動きにくいぞ。ちょっと気をつけないと。ここで、X ボタンで、おっと、そっちに降りるのか。危な。おっと、いけるかな。非常にこれ危険。二段ジャンプで、届かない。キャラを変えるとどうなるのかな。おい、そこかい。ちょっと待って。せっかくここまで来たのに。ああ、無理だ。じゃあ、もう一度。あ、ここで呼び出しても落ちるな。まあ、せっかくなんでダイブしましょうか。よし。お金も集まるし。これ死なないのかな。どういう仕組みだ。
もう一度、Y で乗り物で、もうちょっとヘリコプター的なのがいいな。呼び出して乗ると。こいつで行こうか。上に上がると。まあここでこのね乗り物が使えるというチュートリアル的な感じですね。でどこだったっけ、入り口反対か、反対。ああいつら来てるけども、え、どうやって来たんだ。まあいいか。左に飛び降りるからこういう向きでこうすると、あの装置で扉が開く。そっちに乗ってどうする。これまたまずいぞ。ちょっと待って、おいおい。まあ OK、 落ちていったけどもまあいいか。はい、あ、扉を開けるのに。ビブラニウムのサンプルをなくした場合は、ハイを選択してビブラニウムサーチプロトコルを開始します。もしくはイエを選択して上官からの懲罰を待ってください。うん、どうしようかな。ハイで探しに行かないといけないのかな。これちょっとイエにしましょうか。ミッション始めますか。ビブラニウム検知プロトコルを起動します。承諾してください。お、どういうこと。結局ハイしか選べないのか。十分なビブラニウムの、はい、ビブラニウムのサンプルが近くで検知されました。結局行かないといけないのか。金の地面でサンプルを探すこと、必要ならば目の細かい櫛を使うこと。十分な量のビブラニウムを入れないと開かない扉、こりゃ面倒だ。容量は小さいはずだ。これを満たす程度のビブラニウムならこの周りで見つかるだろう。道端にビブラニウムの破片が転がってるのを見た気がする。十分な量を集めれば中に入れるかもしれない。道端に転がってる。まさかヒドラでゴミ拾いをすることになるとはな。また降りるのか。10分の0、そのクリスタルみたいなやつですね。じゃあまあ仕方ないな。まあこれに乗って探しに行きますか。上官からの懲罰を受けたかったんだけどな、その選択肢がなかった。どこだろう。あ、左下のミニマップになんか出てるな。あ、早速そこに。これは何だろう。これか。あ、マップね。一応マップ開放しておきましょう。で、この裏に1個目ゲットと、あ、マップね。うん、これミニマップを見ればまあそんなにも難しくないのかなと思うけども、いや難しいな。 あそこに見えてる。上空から見たら結構ね、丸見えで分かりやすかったけども。はい、二つ目。
まあたまにはね、こういう探索要素もやりつつ、こっちじゃない、こっちか。あった。割に分かりやすいところに置いてるな。これはありがたい。一個ずつね、なんかクエスト的なことをするんであればちょっと面倒だけども。もう一個は全然見当たらないな。目の細かい櫛を用意しろって言ってたけども。ん？こう、あった。あっちかな？あ、あそこの上。ちょっと飛べるキャラで。うん。この方が楽だな。上に上がり、B で上に上がり、そうか、ビルの屋上とかにある場合もありそうですね。おっと。よし。6つ目。さて。あった。うん、思ってたよりもスムーズにいけそう。あまり上にはないのかな。下、ここはちょっと分かりにくいぞ。これか。よし、やった。下、これはこの中かな、やっぱり。 OK、 あと1個あった。うん、簡単でしたね、これは。はい。でもうね、これでいけるでしょう。あ、取りたい。カメラが悪い。ここをずれてるのか。システムはスリープモードに入ります。ヒントを言うわけではありませんが、急いでください。ほうほう。ビブラニウムをスキャン中。受領しました、はい。お、ゴールドブロック。ビブラニウムの準備は十分だろうな。覚悟しろ、クロー。ヒドラ万歳か。とにかく、これでやっとクローに追いつけるかもな。急げ。異変に気づかれる前に中に入ろう。始めますか？はい。